こんにちは、佐賀新聞ニュース S です。まずはサガントスのコーナーからです。先月19日から始まった沖縄キャンプが3日に終わりました。16日間にわたるトレーニングで選手たちは走り込みによる体力強化と昨シーズンの戦い方をベースにした戦術理解を図りました。最終日の3日は読谷村陸上競技場でおよそ1時間半練習しました。前日にあった東京ヴェルディとの練習試合で長くピッチに立った選手はランニングなどで調整し、残りのメンバーはミニゲームを行いました。沖縄キャンプは期間中通してオフは1日だけで、午前は走り込みや体幹トレーニング、午後は戦術確認を繰り返しました。沖縄キャンプを終えてマッシモ・フィッカデンティ監督は、1年間を戦い抜く基礎を作れたとの認識を示しました。19の19から23ですね。fatto un bel periodo, no? Però qui 19日から3日まで、abbiamo lavorato 3日まで。Bene, una temperatura buona e quindi. Ma chi cosa sopra? Cosa ci ho fatto? Ma chi cosa tenchi? Siamo stati quasi sempre sul campo. Sopra siamo già per il training di tanti e una massa. Molti allenamenti, mattina e pomeriggio, quindi abbiamo lavorato sotto tutti i punti di vista, tanto a livello fisico, a livello tattico, a livello tecnico. E allora hai detto che tocca, no? Senza che la tua è tecnica, ma fisica, non si vede effettivamente. In realtà, tanto prodotto nel di tanti e una massa. A Toso comincerà il lavoro di avvicinamento alla prima partita, abbiamo 3 settimane. E poi c'è una cosa che non si può fare, ma che c'è una cosa che non si può fare. Come le aree, c'è uno sulla velocità. Allora, senta, ho detto としていて、逆に全体的にフィジカル的にはそうやってスピード上げられるようなポジション上げていくようなトレーニング変わっていきますし、で戦術的な部分っていうのもこれからもう最初の開幕戦に向けて、これから始まるリーグ戦に向けても仕上げていく段階に入っていくので、まあスタートインポータント、最初の一つの期間としてこのペカンピオナートというか、この沖縄での合宿っていうのを何やらなきゃいけなかったかっていうのをちゃんとできたんですけど、さらにアスペクトやテンポのないプレッシオーネのチームのゲームオフィシャル新しい選手が何人か加わりましたので、彼をしっかりチームに溶け込ませるためにもこの時期は必要でしたし、あとはこの時期はまだ試合が逆にないので、そういう次の試合に勝たなきゃいけない、絶対勝たなきゃいけないっていう、まあ、ピリピリした状態、そういうプレッシャーのもとではなくて、まあ、比較的こういう気候の中ですし、リラックスした状態でやるべきことにある意味集中していけるっていうふうな、それを十分に活かせたんじゃないでしょうか。まあピアノピアノチゴロンポリタイム、まあ簡単ではないね、時間かかることなので、別に逆に言うとすぐもうこの短期間全部分かんなきゃいけないってわけではないので、もちろんおっしゃるように、去年からいるメンバーっていうのはもう本当アイコンだっただけで全て伝わるような、そういう関係ができていますので、だけどその新しい選手たちも本当にそういうことを早く吸収したいから、このチームに飛び込みたいという気持ちを見せ、全力でそういう部分も努力してくれてるので、全く問題なくできていると思います。彼らの取り組み方にはすごい満足しています。そしてついに主力選手の移籍などで人数不足が懸念されていたゴールキーパーの加入が発表されました。トスは6日、元日本代表権田修一選手の加入を発表しました。権田選手は FC 東京の守護神として活躍し、 J1 通算183試合に出場、2012年のロンドンオリンピックではレギュラーとして日本のベスト4進出に貢献し、2014年のワールドカップでも日本代表入りしました。2016年1月からはオーストリアの SV ホルンに期限付き移籍してプレーし、
今年1月に FC 東京から契約解除が発表されていました。権田選手は加入が発表された6日早速チームの全体練習に合流し、チームの発展、成長、勝利のために精一杯頑張ると意気込みを語りました。また鳥栖は7日佐賀市の佐賀神社で必勝祈願を行い、その後県庁などを訪れました。なおリーグ戦の開幕は今月25日です。鳥栖はホームのベストアメニティスタジアムで柏レイソルと対戦します。午後2時キックオフです。ここまではサガン鳥栖のコーナーでした。ここからは県内のスポーツの話題です。東西松浦駅伝大会が5日開催されました。大会には唐津市や伊万里市、玄海町や有田町から地域や職域で作る20チームが出場し、有田町東出張所前から唐津神社までの8区間 59.8 キロで競われました。レースは鏡体育協会が前半の1区と2区で後続を大きく引き離し主導権を握りました。一方連覇を狙うサムコ伊万里も後半の7区でトップに立つなど追い上げました。しかし前半に大きく貯金を作っていた鏡体育協会が3時間18分35秒の大会新記録で2年ぶり3度目の優勝を果たしました。その他の県内スポーツです。軍師対抗県内一周駅伝大会を間近に控え、多久市チーム、宮城郡チーム、小城市チーム、西松浦郡チーム、神崎吉野狩チーム、そして唐津玄海チームが結団式を行いました。九州ローキン杯佐賀県少年サッカー選手権大会の最終日が5日に行われ、サガン鳥栖 U12 が4連覇を果たしました。 JA 杯佐賀新聞学童オリンピック大会ドッジボール競技が5日に行われ、上級者のエキスパートの部で三日月ブラックドラゴンが3年ぶりの頂点に立ちました。日本ハンドボールリーグが11日から再開され、トヨタ暴食九州は福岡市民体育館でトヨタ合成と対戦します。ここからは県内各地の出来事をお伝えします。佐賀市水ヶ江にある国の史跡大隈重信旧宅の保存修理工事が完了しました。この旧宅は1830年代の建築と言われています。大隈重信は1838年に生まれ、30歳頃までこの旧宅を利用しました。施設の老朽化に伴い、2013年度から耐震診断を進め、2015年12月から本格的に工事に着手しました。工事では、吉吹屋根を全面改修したほか、耐震補強なども実施しました。大隈重信旧宅はこれまで、佐賀城下ひな祭りなどイベント時に特別公開していました。しかし今回の工事で耐久性が高まったとして11日から一般公開されます。公開は原則として1階部分のみですが、毎月5日、15日、25日は2階にある大隈重信の勉強部屋も入場できます。大隈重信旧宅は大隈記念館の敷地内にあり、入館料は大人300円です。開館は午前9時から午後5時までで、
年末年始は休みです。問い合わせは大熊記念館、電話 0952-23-2891 です。多久市出身の画家池田学さんが3日、母校の佐賀北高校を訪れました。現在、佐賀県立美術館で作品展を開催中の池田さんは、佐賀北高校芸術コースの2回生です。全校生徒を前に池田さんは、後輩へ伝えたいことと題して講演しました。池田さんは、夏休みに一日中カブトムシを捕ることに夢中になっていた子供時代や、日本中を旅した大学時代の経験などが想像力あふれる細密画のルーツになったと振り返りました。また池田さんは、日本から飛び出して世界の多様性に触れたことで、日本のいいところも悪いところも見えてきたといいます。インターネットなどで知ったつもりにならずやってみる。動くことで自分の道が広がってくると生徒たちへ語りました。講演の後には芸術家の生徒およそ50人と交流しました。生徒から高校時代の思い出を聞かれた池田さんは、同じ目的の友人たちとお互いに刺激し合っていたと答えました。また、上手くなるには書いていくしかない、継続することが大切とアドバイスしました。江北町で鳥インフルエンザが発生しました。佐賀県は4日、江北町の養鶏場の鶏から毒性が強い高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認されたと発表しました。佐賀県内での鳥インフルエンザの発生は、2015年1月の西松浦郡有田町に次いで2例目です。佐賀県や JA の職員、自衛隊員ら延べおよそ800人が、その日の夜から翌5日の夜までに飼育されていたおよそ7万1000羽を殺処分しました。また6日の夜までに噴霧器を使った鶏舎や敷地内の消毒と、死骸と卵を袋に密閉して埋める防疫措置を完了しました。現在、鳥インフルエンザが発生した養鶏場から半径10キロ圏内に移動や搬出の制限が設けられています。埋却処分終了から10日後の17日に半径3キロ圏内の農場で検査を行い、異常がなければ3キロから10キロ圏内の搬出制限を解除。さらに異常がなければ、埋却完了から21日を経た28日の午前0時に半径3キロ圏内の移動制限も解除し、収束となる見通しです。人気お笑い芸人金太郎さんが伊万里市の観光大使に就任しました。最後は伊万里市役所で行われた就任式の様子をご覧ください。それではまた来週。衣食住伊万里観光大使金太郎様、伊万里観光大使を委嘱します。平成29年2月4日伊万里市長塚部義和。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。ありがとうございました。お集まりいただきまして、温かくお出迎えしていただいて嬉しい限りでございます。皆さんにですが、最後に一つだけお願いがあります。私が今嬉しい観光大使になっても北郎家に行け。ありがとうございました。